どうもイジです。今回はオリコカードのメリットデメリット6選とゴールドカードとプラチナカードの比較といったテーマでお話ししていきます。オリコカードとは、オリコカードはみずほフィナンシャルグループ傘下のオリエントコーポレーション社が発行するクレジットカードの総称または会社名です。発行カードは一般カードのオリコカードザポイント、ゴールドカード、プラチナカードなどがあります。そんなオリコカードはマスターカードのプリンシパルメンバーです。プリンシパルメンバーとは日本国内でマスターカードから直接ライセンス供与を受けてマスターカードを発行している会社のことを言います。さらにオリコカードはマスターカードワールドワイドの国際理事を担っています。なぜならマスターカードブランドに力を入れているからです。オリコカードの中でもオリコカードザポイントが使いやすくてとても便利ですが、私のおすすめはみずほマイレージクラブカードザポイントです。ざっくり言うとオリコカードザポイントにみずほ銀行の特典がつくバージョンだと思ってください。メリット6選、ここではオリコカードの中で最も人気があるオリコカードザポイントをご紹介いたします。今から言うオリコカードはオリコカードザポイントだと思ってください。1つ目、還元率 2.0%。 結論から言うと入会後半年間は還元率 2.0% です。オリコカードの基本還元率は 1.0% です。加えて入会後6ヶ月間は基本還元率2倍の 2.0% になります。期間は半年間と定められていますが、年会費無料のクレジットカードの中で高い還元率を誇ります。よって還元率 2.0% がメリットになります。2つ目、オリコモール。結論から言うとオリコモール経由で還元率 0.5% アップします。オリコカードの基本還元率は 1.0% です。加えてオリコモール経由で還元率 0.5% プラスされます。さらにオリコモール特典で還元率 0.5% アップします。さらにメリット1の入会後6ヶ月間は基本還元率2倍の 2.0% になるので合計 3% 還元になります。オリコモールを経由する方法はめちゃくちゃ簡単です。オリコモールをアクセスしてログインしたら Amazon を選択してショップサイトへをタップして Amazon 内でショッピングすればポイントがもらえます。なおポイント反映期間は各ショップのポイント獲得時期によって違います。だいたい商品を購入してから2ヶ月から6ヶ月の間です。ちょっと長めですので気長に待ちましょう。アプリも Android 版と iOS 版が出ていますのでインストールして使ってみてください。最もおすすめの経由先は Amazon です。なぜなら Amazon 本家の Amazon マスターカードクラシックの還元率は 2%、 オリコカードは入会後6ヶ月間は 3% です。したがって Amazon クラシックよりオリコカードの方が 1% お得にポイントが貯まります。6ヶ月を過ぎてしまうと Amazon クラシックと同等のポイント還元率になってしまいますが、ポイント交換先はオリコの方が充実しています。したがってオリコモールがメリットとなります。3つ目、ポイント交換先。結論から言うとポイント交換先が豊富です。オリコポイントが貯まれば様々なポイント交換先に交換できます。例えば6つ例を挙げると Amazon ギフト券、 iTunes ギフトコード、 Google プレイギフトコード、 7個ギフト、 Skylark 優待券、 和音ポイントなどに交換できます。さらに ANA マイルや JAL マイルにも交換できます。最低交換ポイントは各交換先によって違いますが、だいたい500オリコポイントから交換できます。価値は1オリコポイント1円相当です。ANA マイルは1000オリコポイントが500マイルに、JAL マイルは1000オリコポイントが600マイルになります。よってオリコポイントの使い道に困ることはまずないと思ってください。Amazon マスターカードクラシックの場合だと、Amazon 内でしかポイントを消化できません。しかしオリコポイントの場合はポイント交換先が豊富です。よってポイント交換先がメリットになります。4つ目、電子マネー。結論から言うと電子マネーの ID とクイックペイの両方使いができます。クイックペイについて詳しく知りたい方は過去の動画のクイックペイについてをご覧ください。よって電子マネー決済が充実しているところがメリットです。5つ目、チャージ。結論から言うとチャージで還元率 1.25% 実現できます。たまったオリコポイントをオリコプリペイトカードにチャージできます。さらにチャージした分の400円につき1円相当がキャッシュバックされます。よって基本還元率 1% にチャージの 0.25% が加算されて合計還元率 1.25% もらえます。6つ目、特典。結論から言うと特典が盛りだくさんです。簡潔に8つご紹介します。1つ目、海外オリコパッケージツアー割引サービス利用で 5% オフ。2つ目、海外レンタカー予約サービスで 5% から 15% オフ。3つ目、海外お土産宅配サービスで全品 10% オフ。4つ目、24時間海外緊急ホットラインでサポートを受けられる。6つ目、国内レンタカー予約サービスで 20% オフ。7つ目、スーツなどのレンタルサービスで 15% オフ。8つ目、ポイントを活用してホテル大倉や日光ホテルズなどで上級会員になれるなどなど特典がめちゃくちゃ揃ってます。以上オリコカードのメリット6選をご紹介いたしました。続いてデメリット6選です。1つ目、ショッピング保険。結論から言うとオリコカードはショッピング保険が付帯されていません。オリコカードで購入した商品が壊れたり盗まれたりした時の安心の保険
険サービスです。この保険が付帯されていないということは、商品が壊れても盗まれても何も対応してくれないということです。よってショッピング保険がデメリットとなります。2つ目、旅行保険。結論から言うと、オリコカードは国内外旅行障害保険もありません。付帯している保証は紛失と盗難保証のみです。保証がある方が安心する方にとっては難しい決断になるかもしれません。よって付帯保険がデメリットとなります。付帯保険の提案として、年会費はかかりますが、オリコカードザポイント、プレミアムゴールド、オリコゴールドやオリコカードザプラチナ、オリコプラチナには付帯保険が充実しています。自分のスタイルに合ったカードを選ぶようにしてください。3つ目、サイトが古い。結論から言うと、 e オリコサービスやオリコポイントゲートウェイ、オリコモールのサイトデザインが古いです。マイ JCB とかオキドキランドとかアメックスなどに比べると決してかっこいいとは言えません。 e オリコサービスに関しては3世代くらい前のデザインなので、パソコンで見た時には文字も小さいですし左寄りです。若い世代を取り入れるのであれば、デザインの変更をしてもらいたいです。よってサイトが古いことがデメリットです。4つ目、ポイント期限。結論から言うと、ポイント有効期限が短いです。期限はオリコポイントをもらってから1年間となっています。さらにこの1年間は新たにポイントをもらっても延長されません。ここは詳しく見ていきましょう。一般的にカードのポイント期限は短くて1年間、長くて5年ぐらいに設定してあります。対してオリコポイントは1年間です。しかもこのポイントはポイントを獲得しても有効期限は延長されない仕組みをとっています。通常カードポイントというのは、新しくポイントを獲得すれば今まで獲得したポイント全ての有効期限が延長されます。しかしオリコポイントは、新しくポイントを獲得したからといって今まで獲得してきたポイント全ての有効期限は延長されません。これには注意してください。せっかく貯めたポイントを無駄にしてしまわないようにしましょう。したがってオリコポイントの有効期限がデメリットとなります。5つ目、カードデザイン。結論から言うと、オリコカードのカードデザインがかっこいいです。しかしブラックカードと被るといった声もあります。真っ黒な色でシックなデザインです。高級感あふれるカードになっていますし、ブラックカードみたいな気がして個人的には好きなデザインです。恋人とデートしてレストランで決済する時も好印象だと思います。しかし一部ではブラックカードに寄せすぎているという声もあります。よってカードデザインがかっこいいところがデメリットです。6つ目、入会キャンペーン。結論から言うと、入会キャンペーンでもらえるポイントがちょっと難しいです。合計8000オリコポイントがもらえる入会特典の内訳は8つあります。1つ目、入会特典で1000オリコポイント。2つ目、家族カード入会で500オリコポイント。この2つは誰にでもできて合計1500オリコポイントもらえます。しかし残り6つの条件がちょっと難しいです。その条件がこちらです。3つ目、携帯料金のお支払いで1500オリコポイント。4つ目、電気料金のお支払いで1000オリコポイント。5つ目、入会時にキャッシング枠の選択で1000オリコポイント。6つ目、オリコアプリログインで500オリコポイント。7つ目、 ID クイックペイ利用で500オリコポイント。8つ目、入会時に毎月リボの申し込みで2000オリコポイント。はい、ここまで。簡単じゃんって思うじゃないですか。この3から8には条件があります。この6つ全部合計利用金額10万円以上が必須条件です。ということは、合計10万円以上利用していないと1000ポイントしかもらえません。家族カードに入会する場合だと合計で1500ポイントになります。よって入会特典がデメリットとなります。以上、デメリット6選をご紹介いたしました。続いてカードの比較です。ここではオリコカードとオリコゴールド、オリコプラチナを比較して見ていきます。まずはオリコカードとオリコゴールドの比較です。国際ブランドの選択と搭載電子マネーは同じです。違いは5つあります。1つ目、年会費。オリコゴールドは年会費が1986円税込みかかります。2つ目、ポイント特典。オリコモール特典が 1.0% 加算、 ID クイックペイ料で 0.5% 還元、リボ払いでプラス 0.5% 還元。3つ目、付帯保険。海外旅行障害保険が最高2000万円、国内旅行障害保険が最高1000万円、ショッピング保険が最高100万円となっています。4つ目、福利厚生サービス。オリコクラブオフで会員限定の優待があります。ホテル宿泊、テーマパークの20万箇所以上で割引などが受けられます。続いてオリコゴールドとオリコプラチナの比較です。基本還元率、ポイント特典の還元率は同じです。しかしオリコプラチナの国際ブランドはマスターカードのみとなっています。違いは5つあります。1つ目、年会費。オリコプラチナは年会費が2370円税込みかかります。2つ目、ボーナスポイント。誕生日月に利用すると 1.0% のボーナスポイントがつきます。3つ目、付帯保険。国内外旅行障害保険が最高1億円、国内外旅行障害保険家族特約が最高2000万円、国内外飛行機遅延保険最高100万円、ショッピング保険最高300万円です。4つ目、福利厚生サービス。オリコクラブオフが VIP 会員になります。宿泊施設などは VIP 会員価格での利用ができます。5つ目、特典。1名分が無料になるレストラン特典、年中無休対応のコンシェルジュ特典、国内外の空港ラウンジが利用できるラウンジキー特典。まとめ、オリコカードのメリット6選はこうなっています。
デメリット6選はこうです。最後にそれぞれのカードスペックを載せておきます。3つのカードの比較も載せておきます。オリコカードは審判系カードとしてとても有名です。ネットショップでお得に決済したい方はオリコカードを選ぶと良いでしょう。以上、オリコカードのメリットデメリット6選とゴールドカードプラチナカードとの比較をご紹介いたしました。はい、この動画が参考になった、役に立ったと思った方は高評価ボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。私ゆういちは Twitter、Instagram、オンラインサロンもやっておりますので、もしよろしければフォローしてください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。